私もですね、初めての経験なんですけれども、まあ、世界各国からですね、約50名の物理先生が集まりまして、うん、その中で、まあ、講義ですとか、それから、まあ、様々なところで、ね、うん、本当にまさにあの大きなところで本物を見ることができました、うん、そういうものをやるとか、それから最後の1週間は特にワーキンググループといいまして、そのいろんな国の人に羊型が集まって判別に、いろいろ探究活動するということができまして、うん、本当にですね、一文字で本当に一度しかないであろうと思えるような貴重な経験をすることで、まあ、学ばれたこと多かったと思うんですけど、そのまあこういったことが良かったなっていう思うことをいくつか挙げるとすると、どんなことがあるんですか？そうですね、一つはその世界各国から集まったということで、はい、そのまあ、私みたいに英語が一番多分メンバーの中でも拙い、と思うんですけれども、そういうメンバーの中といろいろ拙いながらもコミュニケーションが取れて、いろいろな国の人たちとの話ができたということが一つ。それからもちろん先ほど言いましたように、本物、まさに本物が見られた、うん、それからそのビッグサイエンス、なかなかないそのサイエンスの現場に行くことができた、うん、それからその著名な先生方からの講義も受けることができた、うん、まさに本物を体験できたというのも、ね、もうなんか後輩たちに、後輩の先生たちに伝えておきたいことがあるとしたらどんなことですか？その私の今回でいけば、やっぱりもうちょっと英語をちゃんと勉強すると、もっとコミュニケーションが図れたので、もっともっとそんなそのまあ楽しいというと本当はですね失礼かもしれないですけど、やっぱりでもせっかく行くんですから楽しんだ方がいいと思うんですけども、そこがなかなか自分としては不満が残ったというところですね。それ以外は本当にですね、もうこんな機会はめったにないですので、本当にまさに本物を見て、世界各国の人たちとの交流しながら、その教育の違いであるとか、そういうことを実際にあのコミュニケーションしながら聞けるというのは非常にいい機会だと思いますので、はい、これからもその経験をいろんな生徒さんですとか、いろんな若い人たちにぜひ伝えていっていただくとともに、まあ、引き続きこうした勉強も続けていっていただいてですね、自分が行った時はこうだったけど、その後こうなってるよっていうことも